はい、皆さんこんにちは、にゃせおまじです。今緊急で動画回してるんですけど、私の夫と結婚して8話見ました。はい、見てすぐね、あのレビューっていう形で、これも第8回目じゃないわ、7回目になります。あの皆さんね、待っていただいてる皆さん本当にありがとうございます。こうやってあの皆さんと一緒に語りながらこう物語を進めていけるのがすごく楽しくて、毎回撮るのも楽しいです。はい、ということで今回もですね、今回も8話の内容をちょっとレビューしていきたいなと思います。見た方は特に一緒に共感しながら進めていただけると嬉しいです。そしてコメントと高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では早速やっていきます。ということですね、まあまず最初の始まり方なんですけど、今回の始まり方はこの2人から始まりましたよね。このクソ彼氏とクソ友達この言葉悪いことちょっと言っちゃダメなんですけど、ネックレスの件めちゃくちゃ胸クソ悪くないですか。とにかく元旦那、今の彼氏、本当にありえない。なんでそれができんのみたいなところがすっごく気になってちゃったし、なんかよくそんな女性にできるなっていうのが率直な感想です。正直ね、いやどうよって思いますけどね。皆さんどうですか。自分がそういうのやられたら許せます。私はちょっと到底許せそうにないなって思ったんですけどね。まあ、あと D デイだと思ったらこう気合の入り方変わるなっていうところが、私ちょっとその序盤で思ったんですけど、この D デイって韓国ドラマでよく出てくる言葉だなと思って、日本で D デイって使います？あんまり使わないような気がしていて、まあ、D デイっていうのは何かがこう決まる日というか、こうその日当日みたいなことを指して言うんですけど、なかなか言わないけど韓国ドラマにはまあ出てくるかっていう。でも確かにこの自分の未来が変わるそのきっかけとなる日って思ったら、もう何が何でもやってやるぜ、手段と目的選ばないぜみたいなってなりますよね。それはいや、それはそうだよなっていうのは、まあ、確かに思ったかなっていうところですね。名札を取り合うシーンに移っていったかと思うんですけど、あのシーンちょっとスカッとしたの私だけですか。あの名札っていうか、こう自分の、ね、名前が書いてある札をこう取り合うんですけど、この2人、スミンとジウォンは、まあ、そういったことじゃなくって、目的が違う形でこう取り合ったり、こう髪の毛引っ張り合ったりとかしてたんですけど、あの場面で髪の毛引っ張るっていうのはやっぱり韓国ドラマあるあるだなっていう風に感じました。何なんだろうな、なんか取っ組み合いになることが少ないからイメージができないんだけど、こう取っ組み合いになった時に絶対髪の毛いくじゃないですか、韓国ドラマって。確かに急所なんやけど、実際でもそうなんですかね気になる。いや、てか取っ組み合いしたことあります？私ないんだよなでも今後ね、もしかしたらそういう場面あるかもしれないから、そうなったらね、私も見習ってあの髪の毛引っ張ろうかなと思うんですけど、なんかその中でこうゲームだからいいよねみたいなってジオンが言うシーンもめっちゃ良かったし、なんか今までのジオンだったら絶対にありえない行動じゃないですか。そうだ、髪の毛引っ張ってこのやり返すとか、なんかキッみたいなやるとかも絶対にありえない内容だから、そこが、まあ、スミンにとってもはってなるポイントではあったかもしれないですよね。ただその後に、最近なんか私がすごい悪者みたいで嫌だみたいなことをこう水手洗い場の前で言うところは、なんかもうえって思ったんですけど、水かけるのやばくないですか。幼稚と思って、いや、まあ、幼稚だからやってんだけど、そういうことをね、もう最後の方に行けばもう大変なことになるでしょう、なんですけど、そこまでするみたいなのが正直な感想だったかな。負けてくれないじゃんみたいなのも言うし、それ言っちゃうみたいな。精神年齢がやっぱりやばいと。やっぱ幼いんかな、ちょっとこう周りに依存する傾向も見られる気がしたし、こう自分で何かをするっていうよりかは人に手伝ってもらってというか、あやかってこうどんどん進んでいくみたいなタイプだから、まあ、そもそもの生き方がそうだから、なんで私には勝ってくれるでしょ、あ、私を勝たせてくれるでしょみたいな、こう前提条件のもとを生きてるっていうのは多少あるかもしれないなっていう気はしてしまいましたね。まあ、ただですよ、まあ、そうやってスミンと、まあ、元旦那と、まあ、こういろんなところでね、ギクシャクやってますけれども、やっぱり部長いてよかったですよね。その自分の状況ってやっぱり人に言える内容じゃないから、そこがちょっとでも弱音を吐けたりとか相談できたりっていう場面があるだけで全然心の余裕違うなと思いました。まあ、ただその力を借りないみたいな話も出てたので、そこはジオンの意思を尊重したいなと思うんですけど、個人的にはやっぱりこう部長と付き合う未来みたいなのも見てみたい気もするんですよ。なのでちょっとって感じなんだけど、ただね、部長いてよかったよ、もうそれだけです、ただね。はい、でそしてですよ、そしてもう私本当に笑っちゃったのが、あの2人がちゃんとやらかすところ、こうジオンがこう
キャンピングカーをゲットして、でスミンがテントになって、で野宿してみたいなところになった時にちゃんとやるんだよね2人ね。やらすごいよね。だから腹いせでやったみたいな感じなのかな。この感覚ちょっといまいちわかんないんですけど、もういやもうさすがですみたいな、もう本当バカなんでわざわざそういうことするんだろうって思うけど、いやそれも旗から見なきゃいけないのもやっぱりさすがに辛いですよね。けどそこやそこをこう部長が後ろからこうねシュッってこうで、いや泣くよそらと思って、きついよ、どんだけ自分が仕向けてやってたとしてもそれはきついなってやっぱ思いますよね。ただ彼氏もクソすぎてやばいから、スミンも利用し始めるんとちゃうかとその時は思いました。なんかクソすぎてもう自分がかわいそうになってくる感情っていうのもなんとなくあると思うんですよ。なのでさすがにって思ったんですけど、さあどうなるかっていうところですよね。帰ってからのシーンではこう顔を塗りつぶしたりとかしてたじゃないですか、こう写真にね。あれ韓国ドラマでよく出てくるシーンではありますけど、あれも相当やばいですよね。あんなに写真よう集めてきたなっていうのあるし、あとあんなに顔塗りつぶしてる暇あったらなんかしようぜってもっとさ、こう人生が有意義になる、豊かになる何かこう行動みたいなのってできるからねっていうのは正直思いましたよね。いやーもうっていう、なんかもう教えてあげたいもん、スミンに会ったら。いやもうちょっといい生き方あるよって本当にやばい。そしてね、やばいのはそれだけでとどまらず、お手紙をね、ジオンに渡すわけですよね。韓国ドラマでまあお手紙っていうのはようありますし、まあ、日本であんなね、素直な気持ちを伝える お手紙ってまあ見ないですけど、心が揺らいでしまいそうな、こう私を許してくれないかなみたいな文章だったと思いますが、いやどういう心理でやってんのって話ですよ。でしかも多分本性ではないじゃないですか、あのシーンを見るとね。だからいやでも今までだったら絶対それで許してきたんですもんねっていうところは思いましたけれども、けれどもけれどもですよ。いやもうすごいよと思って、もうまだまだもうクソシーンいっぱいありますけど、今回のクソオブザ8話はもうね、なんだろう、あの倉庫で2人でもう一回やろうとしたところですね。まああれはクソ彼氏が悪いんですけど、まあ、それでアレルギーも出しちゃったりとかして、もう本当何やってんのみたいな早くなんかそういうのがもう分かってるんやったら他の部署に飛ばすとか大体なりますよね。普通の会社だったら絶対なりますよね。こう一緒にならないし、そもそもだから、いやなんであの3人ずっと一緒にいるんだよ、早く人事異動出しないよってめっちゃ思いましたやばい、あの二人で行かせんのがやばいってと思って、本当にやばすぎるし、あとプロポーズも引きました。正直もう金がないから結婚するもやばいし、ミリューメリミーの文字もミスってるし、何あの変なぐっちゃぐちゃのケーキにろうそくさしてるみたいな、絶対嫌なんだけどみたいなやだ、なんで結婚したのね、なぜでもやっぱり守ってあげなきゃいけないっていうのがこう先行しちゃったんですかね、ジオンが優しいから。冷静に考えたら絶対ヤバすぎる男っていうのはわかると思うから、いや本当に今世で、まあ、今世って言ったらいいのかな、ちょっと2回目のやり直しで本当に幸せになってほしいなっていうのは思いましたね。もう勝手すぎるクソ男に振り回されず、安定したメンタルと安定した財力、そして多彩な趣味をお持ちの部長と一緒になりましょうよっていうところ。最後に私が本当に良かったなと思ったのが猫ちゃんですよ。猫ちゃんやっと繋がりましたね。これ、いやもう展開早くて助かるよね。なんか3話ぐらいで出てきたやつがもう繋がってるんで、すごいサクサク繋がっていってて、すごく見やすいなっていうのは個人的に思ってるんですけど、パンちゃんね、可愛いですね。ジモンからしたらすごく心配の的だったわけですけれども、それが結局ね、部長が飼ってた猫だったっていうので安心半分驚き半分みたいなところなんですかね。そういうところで2人も繋がってたわけだからさっていうのがちょっと私の心の声ですねまあね、その2回目だって言ってもその作戦のためにプロポーズ受けなきゃいけないっていうのもすごい辛いけど、最後のシーンですよ。最後のシーンのあの豪華なやつは部長が多分入れ知恵したんですよね、用意したってことですもんね。であとはスミンはこう結婚させないみたいな言って、いいぞいいぞみたいな、いいぞもういい感じです。そしてね、ジオンが最後に頼むから私の夫と結婚してみたいな感じでドンって終わったわけですけど、なんかここまでがなんか本当に第一チャプターみたいな感じなのかなと思ってて、次から完全にゲームチェンジしていくんじゃないかなっていうのは感じましたね。だから韓国ドラマってすごい気になる展開で終わるじゃないですか。
で、前回も前々回もすごく気になる展開で終わってるんですよ。なんですけど、今回すごく区切りがいいタイミングで終わってたので、ここからまた新しい風がどんどん吹いていくのかなっていう気がしています。で、ここまでの内容でもう一人ぐらいは過去から来た人いるんじゃないかなっていうところも思ったりもしていて、どうなるのかね、気になるところですが、もうすぐ配信されると思うので次回期待しておきましょう。はい、ということでね、次回も皆さんと一緒に語れるの楽しみにしてます。見た方ぜひ、もうほぼ全員コメントしてください、お願いします。ということでね、インスタとツイッターと TikTok もやっておりますので、ぜひそちらも見てください。よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。あんにゃー。